ほんと殺しといた方がいい。手を出すな、マグリ。ちょっと何やってんの、スピナー。何しに来たのよ、あんた。あのガキはステインがお救いした人間、つまり英雄を背負うに足る人物なのだ。バクゴ、ガッチャガッチャうるせんだよ。ヒロト、お前狙われてるってよ。クソデクが何かしたな、おい。戦えっつったり戦うなっつったりよ。クソ、どうでもいいんだよ、この野郎。相当バカさ踏んでやがる。リク、見せて。ここででけえ火使って燃え移りでもすりゃ、火に囲まれて全員死ぬぞ。分かってんな。喋んな、待ってな。ここを通りたいなら、まずこれをどうにかせねばならん。俺から離れろ、死ぬぞ。どこ闇か。おそらく奴の義憤や悔恨などの感情が暴走を激化させている。奴も抑えようとしてるが、動くものや音に反応し無差別攻撃を繰り出すだけのモンスターと化している。ディズマル、ダークシャドウ。まだ動けるというのなら俺がダークシャドウを引きつけ道を開こう。このまま俺と共に常闇を助けるか、爆豪の元へ駆けつけるか、お前はどちらだ、緑谷。ごめん、ソース君。近づけねえ、クソ。最大火力でぶっ飛ばすか。ダメだ、火燃えても速攻で氷で終え。爆発はこっちの視界も塞がれる。仕留めきれなかったらどうなる。爆豪、トドロキ、どちらか頼む。光を。このままで少しいい。なんだ。音だけでも反応するなら、複製腕を複製する形でおとりを作って本体に攻撃が向かないよう誘導する。ただ誘導先はガッチャンだ。爆発でダークシャドウも沈められる。ガッチャン。よし、炎。待てよ、爆弾。いや、離れすぎだ。粘るな、サンスター。暴れたりんぞ。てめえと俺の相性が残念だぜ。